ふみかさん、いつもありがとう。お父さんは些細なことにでもお礼を言ってくれる。私がお父さんを介護するようになって1年、当初の約束とは違い、そのほとんどを私が担っていた。お父さんにはお世話になっていたし、博識なお父さんと話をするのが好きだった私にとって、介護は苦痛ではない。だけど、それももう半年以上前の話だ。私の名前はふみか、38歳の専業主婦。夫の俊幸とは結婚して13年、10歳の息子と3人家族だ。俊幸は昔から仕事が忙しく、出張も多いけど、休みの日には息子とよく遊んでくれたり、家事も手伝ってくれる。疲れているんだから寝ていればいいのにと私が言っても、そんな時間があったら家族と過ごしたいと言ってくれる。私にはもったいないくらい素敵な人だ。俊幸はお父さんに似たのだろうと思う。落ち着いた雰囲気や知識欲が旺盛なところ、優しいけど筋が通っていて、厳しさも持ち合わせているところ。私も好奇心が旺盛なタイプで、気になったことはすぐに調べてしまったりするけど、知識は俊幸にはかなわない。私は結婚するまでは介護職をしていたけど、俊幸が転勤になり、ついてきてほしいとプロポーズを受けたことがきっかけで退職をした。転勤先は俊幸の地元だった。引っ越し先で仕事を探してもよかったんだけど、少しゆっくりしたらどうかという俊幸の勧めで、専業主婦をしていたら息子が生まれ、そのまま子育てをすることになった。さらに近年ではお父さんの介護の問題もあり、仕事に復帰することはなかった。ある日、私が夕飯の準備をしていると、ふみか、親父が運ばれたらしいんだ。と、仕事先から俊幸が電話をしてきた。仕事中のお父さんが倒れて病院に運ばれたという。私は大急ぎで車に乗って病院に向かった。幸いにもお父さんは一命を取り留めたけど、倒れた拍子に段差から落ち、足を骨折。松葉杖か車椅子の生活になるという。持病があったお父さんは、命があるだけでもよかったと言っていたが、病室の外でお母さんとお姉さんが話しているのを私は聞いてしまった。足が不自由になるんですって?こっちの迷惑も考えてほしいわ。そういうお母さんにお姉さんもうなずいている。入院だの介護だの、費用がかさむじゃない。その分相続のお金も減るわよね。こそこそ話しているところに遭遇してしまい、私は聞こえないふりをして通り過ぎようとしたけど、お母さんに声をかけられた。そういえば、ふみかさん、あなた昔、介護の仕事してたのよね。だったら、お父さんの一人くらい面倒を見られるわよね。え?確かに介護の仕事はしていたけど、退職してもう随分時が経っている。今も昔と同じように介護できる保証はないし、自宅で介護をするつもりなら、きちんとした人に頼んだ方がいい、と説明した。でも、お母さんもお姉さんも引き下がらない。お父さんだって、赤の他人に世話されるより、身内に世話される方が気が楽でしょ?あなたは経験者なんだし、適任よね。それとも、お父さんの面倒は見られないっていうの?恩知らずね。お母さんにそう言われて、私は断ることができなかった。俊幸にそのことを報告すると、え?母さんがそんなこと言ってたの?そんなの介護を頼んだ方がいいだろう。俺、母さんに言うよ。と言ってくれたけど、ここで断るとお父さんにも申し訳ない。お父さんには今までよくしてもらっているから、私が引き受けると言った。ふみかがそう言うなら任せるけど、何かあったら、すぐ俺に言ってよ。その言葉に私は安心して、しばらく離れていた介護のことを改めて勉強し直した。義実家は近距離別居で歩いて5分。朝は子供を学校に送り出した後に
義実家に向かう。義実家にはお母さんとお姉さんがいるけど、二人はほとんど何もしていない。お父さんは私に頭を下げた。入院を続けるとか、介護の人を頼むとか、いろいろ話したんだけど、どうしても納得してもらえなくて、こんな形になってしまって申し訳ない。大丈夫です。私、このために介護の勉強を少しだけし直したんですけど、私自身も勉強になってよかったと思っていますよ。お父さんはなんとか納得してくれたようで、今度はお母さんを呼びつけた。ふみかさんに毎月いくらお支払いするんだ。そう言うとお母さんは機嫌そうな顔をする。はあ？何言ってるんですか。身内の世話をするのにお金をもらおうなんて嫁はいないでしょう。するとお父さんは激怒。お前は何を考えているんだ。ふみかさんはお嫁さんだぞ。いわば他人の世話をしてくれているのに、対価も支払わないとはどういうことだ。その勢いにお母さんはビクッとなった。ふみかさん、いくらが相場なんだ。私はざっと5万くらいだと答える。それなら、月8万円でどうだろう。お父さんがそう言うと、お母さんがものすごい勢いで反対した。5万だって言ってるんだから、その半分でもいいくらいでしょ？どうして身内に高い金額を払わないといけないのよ。お父さんとお母さんは喧嘩を始めてしまい、私は慌てて止める。お父さん、すみません。大丈夫です。でしたら、月に3万円だけいただけますか？お母さんに介護を頼まれたとき、お金をもらおうなんていう発想がなかったから、私はその話をお父さんがしてくれただけでも嬉しかった。毎月、月初めにその分用意しておいてくれ。お父さんがそう言うと、お母さんはしぶしぶうなずいた。次の日、義実家に行くと、封筒に入ったお金が用意されていて、私はありがたくそれを受け取る。だけど、きちんとその額が支払われたのは、この時だけだ。銀行に行けないから後日払うと言われて、そのままだったり、封筒を開けたら3万円ではなく3000円が入っていたこともあった。渡されてもいないのに、お父さんの前で、今月はさっき渡しましたからね。と睨まれながら言われ、私はうなずくしかないこともある。そんなことが続いたけど、お父さんは持病が悪化してしまい、半年前に入院。自宅に戻ることなく、帰らぬ人となった。私は息子を連れてよくお見舞いに行っていて、お父さんも孫と話すのが楽しいと言ってくれていた。俊幸も休みの日にはよく顔を出していたけど、お母さんやお姉さんはほとんどお見舞いには来なかったらしい。お父さんが亡くなってそろそろ2ヶ月が経つ。四十九日があるので私はその準備を手伝っていた。親戚も何人か参加してくれておもてなしをする。遠方に住んでいるお父さんの弟さんは昔から仲が良かったらしいけど、なかなか会いには来られず電話やメールのやり取りをしていたらしい。お嫁さんが介護までしてくれて本当に助かったって言っていたよ。兄のことを助けてくれてありがとう。とわざわざ私に言ってきてくれた。それを聞いていたお母さんは、そんなの嫁として当然でしょう。それなのにこの子、お金まで請求してきたのよ。信じられないわ。と私を睨みつける。お金を請求したことはないし、約束を破って支払いをきちんとしてくれなかったのはお母さんなのに。私は何度も言い返そうと思ったけど、お父さんのことで揉めるのは、お父さんにも俊幸にも申し訳ない気がしていたから、ずっと我慢している。それをおじさんは、当然というなら、妻であるあなたがやるべきでしたよね。兄もさっさと離婚すればよかったのに。それだけがあの人の人生の汚点だよ。と言って、お母さんを一別した。どうやら、
おじさんはお母さんのことが昔から嫌いらしい。そこへ仕事で遅れてきた俊幸が到着。法要は無事に終わり、私はトイレに立った。するとそこへお母さんとお姉さんがやってくる。よそ様の家政婦はさっさと帰れば？さっきから帰りたくてうずうずしてたじゃない。お母さんが私に向かってそう言うと、お姉さんが続いた。ほんと、ひどい女。この場には私たちしかいない。つまり、私には味方がいない状況だ。だからこの二人は、あえてこの場を選んでこんなことを言ってきたのだろう。あなたの味方なんていないわよ。あの人ももういないしね。お母さんは私を見下した態度で言った。お姉さんは隣で笑っている。でも、私はもうこの人たちに従う必要はない。私は作り笑顔で言ってやった。私は構いませんが、逆に大丈夫ですか？すると、お姉さんは馬鹿にしたような顔をする。どういう意味？あなたはもう用済みなのよ。それに、どれだけこびても、あなたには一銭も入らないのよね。嫁って本当に損な立場よね。その言葉に、私はもう我慢ができなくなった。私はため息をつき、お母さんに詰め寄る。お母さんはお見合いでお父さんみたいな人と一緒になれて本当によかったですね。そうでなければ、あなたみたいな人、もらい手がいなかったでしょうね。お母さんは私を睨みつけるけど、私は構わず続ける。お母さんにそっくりなお姉さんが、お嫁に行けないのもうなずけますね。私が言うと、お姉さんも睨みつけてきた。なんてこと言うのよ。でも、私はもう遠慮はしなかった。私、お父さんから聞いて納得したんですよ。お姉さんは、お父さんと血がつながっていないんですってね。お見合いで結婚が決まっていたのに、お母さんが浮気してできた子だなんて、体裁悪すぎますよね。お見合いを断れなかったお父さんが、自分の子供として育てると覚悟したようですけど、恩をあだで返すとはこのことですよね。そう言うとお母さんもお姉さんも顔色を変えた。お父さんが離婚しなかったのは、社会に出たことのないお母さんが離婚したら生きていけないと思ったからだそうですね。情もあるし、自分たちくらいの年齢だと今さら離婚するなんて簡単には言い出せないと言っていましたよ。本当は離婚したがっていたみたいですけど。私がお父さんの介護をしている間、お母さんとお姉さんはよく二人で遊び歩いていて、二人の知らないところでお父さんは私にすべてを話してくれた。そこへ、俊幸とおじさんがやってくる。ふみか、ここにいたのか。母さんも姉さんも何してるんだ。また何か文句でも言っていたのか。すると、お母さんは俊幸のことを睨む。あなたまで私を悪者にする気なの？その言葉に、俊幸はため息をつく。まあ、それはどうでもいいんだ。手続きが遅れていた相続の件だけど、ざっとこんな感じだ。俊幸が持っていた書類を見たお母さんとお姉さんは、声を上げた。これだけ？確かに、書類に書かれていた金額は、大手に勤めていたお父さんとは思えないほど少ないものだった。そこへおじさんが手紙を渡してきた。これ、兄さんからあなたたちへ、だそうだ。どうやら生前、お父さんから郵送で手紙を預かっていたらしい。それを聞いて読み進めたお母さんとお姉さんは、だんだん青ざめていく。そこには、お母さんやお姉さんが勝手にお父さんの貯金からお金を引き出し、ブランド品や旅行に使っていたことが書かれていて、貯金の引き出された履歴もきちんと証明してあった。止めなかった自分に責任があるから、それを二人への生前贈与とする。残りの貯金は入院費など必要なものを残し、
俊幸にすべて生前贈与させるとのことだ。ちなみに俊幸は別に手紙をもらっていて、私へのお礼も丁寧に綴られていた。生前贈与したものは家族のために使ってくれたら嬉しい。母や姉とは金輪際縁を切っても構わないといった内容だった。それを聞いたお母さんは怒り始める。じゃあ私たちはあの家くらいしか残されないっていうの？そう言うとおじさんが口を開いた。それも無理みたいだがな。はあ？お母さんとお姉さんが口を揃えて言う。私はおじさんから渡された手紙の続きを読んでいる最中だったので、その言葉に納得をした。私は笑顔で言う。お母さんもお姉さんも早く家に帰って引っ越しの準備をした方がいいみたいですよ。二人はポカンと私を見た。あの家、お父さんがすでに売却したようです。え？何言ってるの？だって私たち、あそこに住んでるのよ。お母さんは混乱した顔で言ってくる。私は親切丁寧に説明してやった。私も最近知ったんですけど、自宅に住みながら家を売却することができるんですよね。リースバックというそうですが、不動産会社に買い取ってもらい、家賃を払いながらそこに住み続けるんです。お父さんは入院が決まった頃にその手続きを進め、今あの家は賃貸の状態ということです。お母さんとお姉さんは理解できていないようで、俊幸がもう一度説明をした。そして、ようやく理解したお姉さんが激怒。はあ？じゃあ私たち、どこに住めばいいの？これからの生活は？あなたたち、ちゃんと面倒見るんでしょうね。私と俊幸は顔を見合わせてため息をつく。どうしてお母さんとお姉さんの面倒を見ないといけないんですか？そもそもお姉さん、その年で結婚もしなければ定職にもついていないってどういうことです？黙ってしまった二人に私は続ける。今すぐ職探しを始めた方がいいですよ。あ、介護なんてどうですか？常に人手不足の業界なので雇ってもらいやすいかもしれません。お母さんの年齢だって働いている人はたくさんいますし、社会人経験がないと大変だとは思いますが、頑張ってくださいね。話しているうちに、私はこれでこの人たちと縁が切れると心のどこかで安心し、自然と笑顔になった。俊幸も隣でうなずきながら続けて口を開く。それと俺たち、来月には引っ越すから。え？お母さんとお姉さんは完全にうちを頼るつもりだったようで、大きな声を上げたが、私たちは無視をした。おじさん、ありがとう。よし、ふみか、帰るぞ。そう言って俊幸は私を連れてその場を後にする。実は私たちは随分前から家の購入を考えていて、つい先日ようやく完成したのだ。お父さんに見てもらえなかったのは寂しいけど、きっとお父さんは空から見てくれているだろう。その後、お母さんとお姉さんは家を失い、相続した少しのお金でアパートを借りたそうだ。俊幸はうちに乗り込まれても困るからとたまに連絡を取っているという。お姉さんは仕事を始めたけど、好き勝手生きてきた彼女にとって仕事をすることは苦痛で、すぐに辞めてしまい、玉の輿に乗れば解決だからと婚活に精を出しているらしい。当然もらい手は見つかっていないけれど、お母さんは近所のスーパーでパートを始めたけれど、慣れない仕事で従業員からもお客さんからも怒られてしまい、あろうことか逆ギレ。最終的には店長にお灸を据えられ、近所の人にもその姿を目撃されているという。私たちは新しい家で生活を始め、息子も中学生になり、幸せな毎日を送っている。俊幸の仕事も少し落ち着いて、今までより家族の時間が作れているし、お父さんのお墓参りには必ず家族全員で行っている。
ちなみに私はこれをきっかけに介護の仕事に復帰。誰かの力になれるのが嬉しくて、再びやりがいを感じている。